あと5分で2時。相変わらずギリギリまで出てこねえ野郎だぜ。本当に来るかな？いや、来るよ兄貴。俺には確信があるんだ。あいつは必ず来る。来てますよ、レッドサンズの高橋兄弟が。いい機会だから、こんだけ集まったギャラリーにも思い知らせてやるぜ。通勤型は特急型には絶対勝てねってことだ。早く出てこい、阪急2000。このバトルをてめえのさよなら運転にしてやるぜ。今さらこのバトルはウィアデスじゃ許してくれるわけないよ。俺下手したら殺される。いてって。何やってんだ、いつき。線路の真ん中にへたり込んで。邪魔だぞ。行くぞ、引くぞ。うりゃうりゃ。ほらほら。ひぃ、やめてくれ。走り屋は電車で挑戦されたら、受けて立たなきゃいけないんだろ。たくみ。アーバンライナーの弱点、それはズバリ車両重量の重さだろう。特急専用全動力車から来る車輪への負担がアーバンの弱点だ。足回りのチューニングやドラテクでごまかしても基本性能は変わらない。 RB26 ブラックモーターのパワーは絶大だが、リスクも大きい。翼足ブレーキを殺してりゃなおさらだ。後半思うように加減速ができず、アベレージをズルズル落としてくるはず。勝機があるとすれば、後半の突っ込み勝負。窓枠を塗装してしまうのが肝だぜ。そこまで2000が2万1000に食いついていけるかどうかが、このバトルのキーポイントだ。若いな、こいつ。運転士になって何年も経ってないくらいの年じゃねえが、なんでこんなガキがあんなテクニックを持ってるんだ。まあ、年はどうでもいい。早速始めっとすっか。ケイスケ、701の女子側に乗れ。特等席から見物させてやるよ。急げ。それじゃあカウント始めんぞ。5秒前4、3、2、1、ゴー。金曜日の7000系が飛び出してきたぞ。で、あんな渡り線あったか。高橋涼介の701マルーンスターだ。なんてこった、三つどもえのスーパーバトルになっちまうのか。いきなり関西最速決定戦になっちまうのかよ。アーバンの運転手、ちゃんとノッチ入れてないよ。俺を待ってんの。ストレートでちぎったらもったいねえだろうが、俺はバトルがしたいんだよ。本当のスタートはコーナーに入ってからだぜ。中里のやつ、ノッチ緩めて2000を待ってやって。その余裕が後半命取りにならない。なんだあれ、ふざけやがって。あんなオーバーアクションなカニ走りでこの俺についてこれるわけがねえぜ。
線繋がって突っ込んでくるぞ。と言っても平気してんじゃねえぜ。こうして近くで見ていると芸術的とすら言えば、バカなのか。惰性運転もほとんどしない。全開全ブレーキで持ち通りに全力走。あれがどんなにすごいかは分かるだろう。やつは以前も走行限界領域で自分の手足のようにコントロールできる。俺でもあそこまでは7センチをコントロールしきれない。感動的だぜ。これだぜ、この感じ。全身の血が沸騰したようなこのハイテンション、これこそバトルだ。 RB26 全力出力で阪神ジェットカーだってゼロ加速でちぎれるぜ。伊達で特急料金取ってるわけじゃねえんだよ。無線が近づいてる。バカな。無線が全敗寸前のポンコツだなんて意識は完全に吹っ飛んだぜ。一級品の戦闘力を持ったいい車じゃねえか。軽くひねろうなんて俺が甘かったよ。望み通り全力でぶっちぎってやるぜ。うっくっ、ノッチを戻した。来たな。車輪が空転を始めやがった。厳しくなってきてな。全に負けるわけにはいかねえ。来たぞ、すごい勢いだ。うおー、アーバンに2000がぴったり食いついてるぜ。近鉄最速の中里が苦戦してる。食いついたところで抜けやしねえ。手の内を読めてみる。インガーから前にさえ出さなきゃ伏線ドリフトは使えねえ。な、外からだと。なめんじゃねえぞ。外から生かすかよ。さすがアーバン、立ち上がりは半端じゃねえな。うわ、また外から来た。ムカつくぜ、クソったれ。行かされっつってんだろうが。なあ、集中を戻して。目を離すな、ケスケ。2000が抜きに行くぞ。オンザマキシマムスピするな。こっちはフル加速で楽に前に出られんだよ。アーバンの実力を見せてやるぜ。台車が爆発した。モーターが吹っ飛んだのさ。粘着力の落ちた車輪に大出力を突っ込んで空転。回転数が限界を超えて遠心力に耐えられなくなり、中からコッパみじんってところだ。空転検知装置まで殺してたようだな。無茶するぜ。まったく。負けた。完敗だ。あんなすごい走り屋がいたとはな。ショックはショックだが、不思議と爽やかな気分だぜ。全力を出し切って負けたんだからな。腕を磨いてもう一度チャレンジしてやるぜ。それはそうと、どうやって帰ろう。どうやって来たかもわかんねえし、自走もできねえだろうな。なかなかいいもの見られて楽しかったろ、ケイスケ。
パワーのない2000は一度減速するとスピードを乗せるのに時間がかかる。だから無駄な減速は一切しない。高いアベレージを保つための走りなんだ。伏線ドリフトだけがすごいわけじゃないんだ。ドリフトなしでアーバンを抑えたからな。速いって意味が分かった気がするよ。俺も久々にワクワクしたよ。つくづくあの2000は仕留め買いのある美味しいターゲットだぜ。そうか、たけしが負けたか。これで当分でけえ面できねえだろ。俺がその2000を仕留めるや、ナイトキッズ最速は俺ってことになるな。普通に勝ってもつまんねえから、ついでにそのポンコツに引導を渡してやるとすっか。現地解体にしてやるぜ。軽新線併用軌道デスマッチでな。